八つでもありますよ。八つあるかな。どうぞ。1,2,3,4,5,6,7,8。まあ九ありますね。1,2,3,4,5,6,7,8。九ありますね。1,2,3,4,5,6,7,8。だいたい九ありませんか。なんか。これは1,2,3,4,5,6,7,8。九ありますね。じゃあこれは九つでに。これは9つでっていうことで、9つでに解明した方がいいかもしれないですね。この答えはね。これは 1,2,3,4,5,6,7 ですね。7ダメ、あ、8 ダメか。これはどうですかね。 1,2,3,4,5,6,7 ですね。これこれは 1,2,3,4,5。どうしても7ですね。8にならないですね。8にならないですね。やっぱり、あ、今度リベンジ、今度は8いきましょう。 1,2,3,4,5,6,7,8。 先生、ちゃんと撮ってますから。隠したとこちゃんと撮ってます。 1,2,3,4,5,6,7。 暗号うまくいかない。 1,2,3,4,5,6,7。 8にならないですね。 1,2,3,4,5,6。 ちょっと外してません、これ8を。7と9がこんなにあるのに。やっぱ8つでは解明した方がいいかもしれないですね。これ解明、8つじゃないですね。そこに8つでみたいなのがあるけど、これは違いますね。隠れミノ、これですか。はい、隠れミノ。これは八つ手とどう区別してますか。あの3つなんですよ、原則。あー、葉っぱが。はい、本当ですね、だいたい3つ。ちょっと下の方に前回っぽいのが見えるのが、はい、まあそれはまあ目をつけて、だいたい3つ。または切れ込まないのもあるんですけどね。いいですね。1,2,3,4,5。わかりやの8。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。